家康三大危機の一つ、本能寺の変と伊賀越え。天正10年1582、3月11日、武田勝頼が死んだ。これは武田家を滅亡させるため、織田信長と徳川家康連合軍による甲州征伐によるものだ。無事役目を終えた織田信長は、富士山見物をしながら、三河の凱旋ルート、家康の手厚い接待を受けながら、4月21日に信長一行は安土城に帰着したのでした。本能寺の変が起きたとき、なぜ家康は大阪にいたのか。信長は家康のもてなしに大変感銘を受け、5月に家康へ礼をするため安土城に招いたのでした。光秀、そなたに家康の接待を任せる。くれぐれも失礼のないようにせよ。大役ありがたく存じます。明智光秀は10日も前から準備を進め、鶴汁、クジラ、南蛮菓子などのおびただしい量の料理でもてなしたのです。しかし宴が盛り上がっているとき、騒動が起きるのです。なんだこの魚は腐っているではないか。家康殿に無礼ではないか。いいえ、大変おいしくいただいております。光秀、もうよい。お主は出て行け、関わるな。このあと明智光秀は羽柴秀吉の毛利成敗の援軍に向かうように命令されるのです。この騒動が原因で本能寺の変が起きたとも言われています。5月21日、家康は安土城を離れ上洛します。信長に京都、大阪、奈良、堺の見物を進めたからです。5月29日、信長も毛利成敗の援軍に向かうため本能寺に来ていました。そして6月2日早朝、ついに明智光秀による本能寺の変が起きるのです。この日、家康一行は堺の町から京都へ戻る予定だったのです。家康最大の危機、伊賀越え。家康が明智光秀による本能寺の変を知ったのは、堺を出発して川内の飯盛山近くでした。殿、大変なことが起きました。明智光秀殿が謀反を起こし、織田信長殿を討ったとのこと。なんじゃと、まことか。家康との、京都はもはや明智光秀による乱暴狼藉が起こるやもしれません。一刻も早くこの地を離れ三河へ逃れるのです。この日、茶屋四郎次郎は家康たちを迎えるため京都にいたのです。本能寺の変を知り、ありったけの金を持ってすぐさま馬を走らせ家康のもとへ駆けつけたのです。本多忠勝は家康たちより先に堺を出発しており、茶屋四郎次郎と偶然途中で出会ったのでした。ことは一刻を争います。明智軍がたちまち交通路を塞ぎ、命を奪う者が出ましょうぞ。殿が京都に向かっていることも明智光秀は知っているはず。信長殿の後を追い腹を切る。家康は兄と慕っていた信長が自分を接待してくれた光秀によって殺されたことに計り知れないほどの衝撃を受けていたのでした。しかし家臣らは納得しませんでした。そんな時、道案内をしていた長谷川秀和が、三河までの道でしたら私の知り合いが多くいます、私が案内をいたしましょう、そう言って家康一行は三河を目指すのです。伊賀越えとは、その名の通り伊賀国を通り抜けること。実はこの上君伊賀越えのルートは定かではない。というのも、なぜか残された資料に記載されている日数やルートはまちまちで、いまだにどのルートだったのか確定されていないのだとか。そもそも伊賀越えがどうしてそこまで厳しいのか。それは当時伊賀には総国一揆といわれる自治組織が存在していたからだ。勢力範囲は伊賀の国を超えるほど。実は1年前の天正9年1581、信長はこの伊賀総国一揆を徹底的に攻撃し殲滅させている天正伊賀の乱
本能寺の変が起きた時も伊賀国では大規模な一揆が起きていたとされており、伊賀はまさに危険区域だったと言えるだろう。そんな背景を踏まえての大脱出劇であったため、神君伊賀越えと呼ばれたと言える。神君家康のこと、よくぞご無事であの伊賀を越えられてお戻りになったとはすごい、という意味合いなのだ。実際のルートでは伊賀を通ったと想定した場合、伊賀越えの距離は20キロから25キロほど、全体の行程の一部分でしかない。ではどのようなルートだったのか。さまざまな資料がある中で、ここでは比較的良質とされる石川忠房とどめ書きを参考にする。石川忠房は大久保忠隣の子で、石川康通とは養子の間柄である。神君伊賀越えにはこの大久保忠隣、石川康通も同行しており、この二人を情報源にしたと考えられている。この記録では神君伊賀越えの全ルートが示されているという。6月2日堺南山城路山城国宇治田原山口間白13里、6月3日山口間南大見路大見国甲賀郡信楽小川間白6里、6月4日小川間北伊賀路伊勢国長田根白17里、6月5日根三河国大浜三河岡崎城、2日目の行程が6里とは非常に短いが、伊賀を越えるための情報収集をしていたと考えられている。なおこの行程だと伊賀国境の桜峠を越えて丸柱から柘を経由しており、伊賀道中の行程は20キロ。ただ短いといっても伊賀の危険度に変わりはない。そこで服部半蔵と茶屋四郎次郎が一役買って、危険な道中も事なきを得たとされている。先発した四郎次郎が銀子を渡したとされ、未然に落ち武者狩りを防ぎ、地元の者が案内したようだ。どちらにせよ家康はさまざまな助けを経て岡崎城に達したとされている。なお家康は岡崎城にたどり着いた後、軍備を整えて14日に出陣。畿内に向かうも、道中で秀吉の使者から光秀の死がもたらされ、戻ったとされている。その後の服部半蔵と茶屋四郎次郎についてだが、家康はきちんとその恩を返している。伊賀者を重用するとともに、茶屋四郎次郎に対しては、幕府、御用達の御福祉にしたとか。こうして神君伊賀越えは無事に実現されたのである。それにしても本能寺の変という同じ危機に瀕して信長は死に、秀吉は中国地方から爆走し、家康は故郷へと難を逃れた。なんとも三者三様の運命ではないだろうか。